はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆうとです。さあ、本日はね、会話と、会話の方でね、今回はフローザー使っていきたいと思います。これね、85個の会話ですね。そういうわけで、こちらの、はい、ここ出してくれて、はい、よいしょ。ナイスは感じる。だから、ここから関西ぶつけていきますかね。だから、一気にできないかな。じゃあ、ロジャーいったら赤に沸かせて、先に何時間に行こうか。いい発見でしょ、いい発見です。よし、いい風に行こう。でもなんかやってみようかな。これでもレントをキットを通してこの状態で戦っていきましょうね。近い感染者でも2万度勝てるんですけど、ね、まずい、これでまずい。勝ちました。はい、というわけで、お店にやっていきましょう。うわぁ、仕事が良いと決められているから、すごいな。いや、意外として、そうするから。一旦してやる。だから、この際一旦してきます。目的は何だろうね。
流します。ちょっと流します。多分ね、あのね、その、直線なんだけど、まあね、あの旗握ってる時にこの吐き方、これの音は、一番あの3、一番範囲内の時はね、吐き状態になるんですよ。反対のやつなんだけど、だから反対は、あの、日本は最大体力の 50% なんだけど、で、ヒントに食べるからね、ダメージ食らった分の分を相手に、ね、そのダメージ上乗せするんですよ。まあ、ヒーローだと、ヒーローがチャージすると同じことですね。で、この敵陣内にいるとき、攻撃のない状態で、動かすと、あの、なんか、こう、攻撃のない状態で動かせるんですよ。で、剥がす棒は吹っ飛ばすしかないんですよ。そんな感じ、来ないんですよ。ジャストで手入ったら、ダメージを、待った。そうはい、勝ちました。